餌は、動物が、自らの糧として獲得する食料のこと。また、動物を、飼育や捕獲するための食物である。ベートとも呼ばれる。漢字、餌は、本来は、餅の一種、あるいは一般化して、食べ物全般を意味する。この意味は、熟語、食事、薬事などに現れている。飼育している動物に与える。特に、 畜産や養鶏など事業として飼育する家畜に与える餌は飼料という牛馬などに与える刈り取った牧草や干草などを飼い場という動物を捕獲したい場合にその動物を誘い出すために使われる誘引餌とも実際にはその動物が食べられないものでおびき出すこともある動物を誘引餌でおびき出して捕らえる罠をベートトラップと呼ぶまた 餌でおびき出して動物に近づき、次第に人間に慣れさせるのを餌付けという。微生物を餌で釣り出すのを釣り絵法という。ミミズ刺しワックスワーム釣り絵。釣り針に取り付けて、魚が針に食いつく様子向ける。対象魚の性質と釣りの方法に応じて使い分ける。素朴な釣りでは、その場で得られる小動物を餌にする場合が多い。例えば軽流釣りでは、 トビケラなどの水生昆虫の幼虫、あるいはその周辺で見られるそれらの成虫を使う。また、海釣りでは、イソベやゴカイ、オキアミなどのほか、小魚、エビ、イカなどを使う。これはそこに住んでいる魚類はその場に見られる。小動物を本来の餌としているので、それを餌に使うのは理にかなっている。一部には、魚肉ソーセージや果物などを餌にすることもある。ミミズ、 刺し、サシブドウム虫、イクラなど、軽流釣り絵として、イソメ、コカイ、オキアミなどは、海釣り絵として市販されている。針につけない場合もある。また、魚を一箇所に呼び集めるために餌をばらまくのを、薪餌と言う。釣りの餌には、生き餌、練り餌、疑似餌、薪餌、ボイリーがある。展示で人間を誘惑する際に使う品物や報酬などのことを餌と呼ぶ。 この場合の餌は食物でないことの方が多い。ありがとうございます。